チャレンジ内容はみんなでお城を守ろうです。なんと今回もミッションに失敗すると罰ゲームがあります。また誰も売ってないよ、誰も売ってないよ、誰も売ってないよ。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会放課後チャレンジ、さあ始まりました。この動画は2018年配信予定の新アプリラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズから始まる虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の電撃オンラインブースで活動しているメンバーによる動画企画です。私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会は現在ウェブ上のゲームメディアを主な活動の場としていて、9人のメンバーが3人ずつに分かれてファミ通アップさん、電撃オンラインさん、スクフェス公式サイトの3つの場所で活動しています。またランキング企画を毎月開催していて順位が分かるということも私たちの大きな特徴です。ということで、それではまず自己紹介していきましょうかね。さくらちゃんからどうぞ、はい、こんにちは、みんなのアイドルかすみんだよ。日本一のスクールアイドルを目指して毎日歌やダンスのレッスンを頑張ってます。みんな応援してね。はい、中須かすみ役の相良真由です。本日も頑張っていきます。よろしくお願いします。みんな元気？結城せつなです。私と一緒に大好きがいっぱいの世界を作っちゃいましょう。よろしくお願いします。はい、結城せつな役の楠木ともりです。頑張ります。お願いします。はい、朝霞かりんよ、よろしくね。私が自信を持ってアピールできるこの体を使ってセクシーで情熱的で夢のような、そんな大人のライブでみんなのこと興奮させてあげる。はい、朝霞かりん役の久保田美優です。本日もよろしくお願いします。イエイ。はい、そして今回はなんとスクエス公式組からカオリンが遊びに来てくれております。どうもどうも。皆さんこんにちは、大阪しずくです。私はお芝居をすることが大好きで、学校では演劇部に所属しています。まだまだふつつか者な私ですが、よろしくお願いします。改めまして、大阪しずく役の前田香織です。今日は初電撃オンラインチームに参戦ということで、すごい楽しみです。よろしくお願いします。はい、さてこの動画は虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会電撃オンラインブースで活動しているメンバーによる動画企画となっております。この放課後チャレンジでは電撃オンラインブースのメンバーであるかすみちゃん、みんちゃん、せつなちゃんに習い、私たちがいろんなことにチャレンジしていきます。いつもならここでチャレンジ内容を発表しますが、その前に大事なことがあるんじゃないですか皆さん。なんと私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーが活動を始めて約1周年となりました。もう1周年だよ。早い、早い、全然実感ない。ないよね。早い。なんとね、それを記念してファミ通アップさん、電撃オンラインさん、スクエス公式サイトのそれぞれで虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会活動1周年記念媒体別ナンバーワン決定戦が行われます。なんでもう今回を含めた以降3回のチャレンジで最も獲得ポイントが高かった人にすごくいいことがあるらしいです。いいこと、すごくがついてる、いいこと、めちゃくちゃいいこと。でもその媒体別ってことなので、スクフェス公式組でもそうだよ、ね、あるらしいんですけれども、私ってそれどうなって、そう、なんとですね、うん、今回の場合ですとカオリンだけ何もないのはおかしいので、別途ご褒美があります。お、3回のチャレンジでトップを取るたびに電撃オンラインブースで連載している宮古人先生の4コマ漫画の扱いがグレードアップしていきます。お、扱いが扱いとは。なんとですね、1回トップを取るとちょい役、2回トップを取ると主役、おすごい、3回トップで独占となるらしいんですよ。独占、私たち消えちゃうってこと？そう。え、ちょっとそれはもはや、しずくちゃんの4コマになる。いやいや、それはダメ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 じゃないですか。もはや私たち罰ゲームだよ、それは。なんですけれども、一度もトップを取れなかった場合は背景の一部として
演されるらしいですよ。背景の一部探すの楽しみだよね。それぐらいそれで気になっちゃう。どこの背景に一部としてなるのかちょっと見たいよね。ちょっとそこも気になるけど、まあでもね、せっかくだからやっぱ独占を狙っていきたいと思うわけですよ。待ってまいりましょう。ということで、それでは今回のチャレンジ内容を発表します。チャレンジ内容はみんなでお城を守ろうです。お城、お城を守ろう。ちなみにみんなは籠城戦の経験とかありますか？どういう経験ですか？だって台本に書いてあるのもちょっと理解ができない。理解、ちなみに籠城戦はですね、城に立てこもって戦うことの経験はあります。そこはわかるよ。それはわかるよ。それはあるわけないじゃん。ある、皆さんありますか？ないですね。お母さんと喧嘩して閉じこもったことなら。かわいい閉じこもりだな。かわいい、自分の部屋にかな。自分の部屋に。かわいい閉じこもりだな。ということで、今回は今までにあんまりなかった協力タイプのチャレンジ内容なので、みんなで仲良く頑張っていきたいと思います。はい、1分でわかるスクスタ。ラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズは、最強で最高のアイドルゲームをコンセプトとした次世代リズムアクションゲームです。ユース、アクア、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の27人からお気に入りのスクールアイドルを選んで、あなたの手で輝かせてくださいね。全楽曲で9人のフォーメーションダンスを再現しています。スキルで演出も変化するから、自分だけのライブを作り出せますよ。リズムアクションだけじゃない新たなライブシステムもあります。グループ、学校ごとの活動にフィーチャーした新展開のメインストーリーをはじめ、お気に入りのメンバーとの絆をより深められる1対1のメンバーストーリーも、スクスタならではのオールスターストーリーも展開するわよ。ツリーによる自由度の高い成長システムもあります。スキルを付け替えてスクールアイドルを自分色に育ててくださいね。2018年配信予定。今回のチャレンジ、みんなでお城を守ろうで使用するのはプレイステーション4のゲームですね。ノーヒーローズヒアです。なんと今回もミッションに失敗すると罰ゲームがあります。またもはやリアクションはしたくない。してくれ、エンターテインメントだからしてくれ。どんな罰ゲームが今まであったの？罰ゲーム内容、もう思い出したくないね。そんなレベルしたくないね。なんか変化すればいいとかじゃなくて、精神的な攻撃。そう、精神的にやられる。そういうこと、心に傷を負うやつ。なんか不思議な踊りしてたよね。やめて、何それ。あれはなかったことになってるから。もう不思議な踊りしてたってことになってんの。怖いな。でも今回の罰ゲーム内容はですね、スクールアイドルも健康第一ということで、うん、体にとても良いセンブリ茶をみんなで飲むということです。あ、でも精神的にはこなそうです。まあ今回精神的ではなかったね、まあ、身体的にちょっと影響を及ぼすことも。身体的に影響くるけど、でもみんなで飲むだからね。みんなだね。みんなって、みんなだの。みんなで飲む。仲良くみんなで。ちなみにこの罰ゲームをかけたチャレンジはですね、一番最後に行いますのでお楽しみに。ということで、それではここから遊ぶノーヒーローズヒアについて紹介していきたいと思います。ノーヒーローズヒアは籠城戦アクションらしいですよ。籠城戦アクション？聞いたことないですね。しずこ、知ってる？いいえ、字面的にはお城を守るということはわかるのだけど。そうそう、最大4人で協力してお城を守るゲームなのよ。物を作るクラフト要素もあるので役割分担も大切なんですよ。へえ、例えばどんな感じなんです？敵の撃退には大砲を使うので弾薬や火薬を作ったりとかですね。作った弾を大砲で撃った後は掃除しないと地弾が撃てませんので、そういうところにも気をつけてプレイしなくてはいけません。なるほど、連携して各々が役割を果たさないといけないと。かすみちゃんはパン作りが得意だから火薬作るのも得意なんじゃない？いや、火薬とパンを同列で語らないでくださいよ。かすみさん、そうなんですか？いや、そうなのですか？じゃないよ。どう考えても火薬作る方が難しくないですか？でもこういう形で誰が何を担当するか決めてからプレイするのが定石らしいですから、しっかり決めておきたいですね。勝手に火薬担当になっている気が。なんか敵を攻撃する弾にも移動を妨害する効果があったりするみたい。なんだか強そうな弾ですね。どうやって作っているんでしょう？
で、このゲームはどうやったらクリアなんですか？決まった数の敵を倒せばクリアだから、それまで粘るのよ。逆に、お城の耐久力がなくなってしまうと負けですね。効率よく敵を倒してお城を守る。効率よく敵を倒してお城を守る。しずくが危ない中世の騎士みたいになってるんですけど。それでは早速ノーヒーローズ編を遊んでいきましょう。ということで今回はとりあえず3番までかな、やっていきますかね。まず1番からやっていきますよ。はい、聞いてますか？はい、聞いてますよ。すいません。こちらのステージに挑戦していきたいと思います。ちなみにどのキャラを選んでも基本的にあまり変わりはないらしいので、じゃあカスミンはお姫様なのでプリンセスにします。ちょっとなんで誰も突っ込んでくれないよ。悲しい。いや日常だったんで、いつものでもないかなと。いつものだないつものいいかな。いきましょうかね。はい、まあ、すごく簡単にこのゲーム説明しますとですね、まあ、籠城戦ということで自分たちがお城を守るんですよ。でお城のその敵が来るんですけど、それを自分たちで資材から大砲の弾だったりとか火薬を作って、その大砲で撃って敵をからそのお城を守るというゲームになっております。なるほど、そうなんです。始まった。すごい。お、始まりました。どれがどれ？え、まず自分の、自分の、自分いる。じゃあ、いました、いました。私この紫の頑張ります。この青いやつね。じゃあ私は火薬使おうかな。火薬ってこれどれだ？これがそれです。下にあるんですけども、ここで資材を取ります。基本的に資材を取るときは四角のボタンを押してください。あ、これ今火薬作ってるのね。これ玉だ。ここは玉だな。え、火薬作ったよ。どこ入れたらいい？火薬は大砲に入れてください。はい、入れた。よし、はい、イエーイ。もう説明しなくても磨くとこはこことか。よしよし。あ、おー、なるほど。で、1回使ったら火薬作るぞ。火薬作るぞ。私作ったぞ。私お、なんか敵いっぱい来てるぞ。これこれこれ、こうした方がいいんじゃない？口開いちゃう。うん、口開いちゃう。乾いちゃうね。あ、来た来た。で、三角で火薬作ります。火薬作ります。とりあえずはえい、はい、撃っちゃってください。はい、誰も撃ってないよ。誰も撃ってないよ。誰も撃ってないよ。撃ったぜ。ちなみに、やったぜ。はい、左の上にあるのがお城を守れてる、そのなんか状況らしいですよ。なるほど。あ、耐久力って書いてあるね。耐久力。え、誰も撃ってないから、もうもはや入れられない。やばいやばい、来ちゃった来ちゃった。え、やばいやばい。あ、これこれいらない？あ、これいらない？あ、これいらないのね。やばいやばい。忘れ物忘れ物。こっちが足りてないの。こっちですね。で、はい、これ。あ、こっち火薬だ。お、よいしょ。あ、これ、あ、何が足りてないかな。火薬？全部足りてない。今撃っちゃったからそうなの。全部足りてないよ。これで、なるほど。これでこうして。火薬置いてあるやないかーい。あ、ごめん、私そこに置いちゃった。ごめん、いっぱいだから置きっぱいにしてたの。よし、これでボン。ほら、いけた。いけたぜ。あ、こちら全部通りが。そう、お、やった。え、あ、もう回せました。来た来た来た。やった。しかも結構耐久力もね、耐久力も残ってる。よしよしよし、いい感じ。こんな感じですね。進めていきますよ。はい、はい、今やってきたんですけれども、4人でやるとすごく簡単に終わってしまうということで、ちょっと難易度上げたステージをクリアしていきたいと思います。はい、どこがいいとこありますか？ちなみにこっち側に行くと難しいらしいんですけれども。なるほど。全然。じゃあどのくらいにします？ 5、6 ぐらい。 5、6 ぐらいにします。 6、6、 じゃあ6に行ってみますか。よし。え、なんか6個かかってる。なにこれ、どういうこと？これちょっと待って、どうすんの？え、なんか蜂蜜の説明がありますね、ここで。あ、間違えた。あ、蜂蜜説明があるから6かかってる。そう。あ、じゃあ取ればいいのかな。一回さ、蜂蜜を作ってあげると、もうみんな蜂蜜いらなくない？みんな群がりすぎちゃった。蜂蜜が、蜂蜜がロック外す方法あるんじゃない？何これ、なんか蜂蜜取って次ほら工房に持ってかなきゃじゃない？ほら、そう、鎌に持ってって。え、でも間違えて火薬持っちゃった。え、鎌どこ？鎌隣のこれじゃない？これじゃないの？これだ。お、これ誰が押してんの？あ、私か、私だ。で、できて鎌、工房どこだ？え、なんでロックかかってるんですか？なんかさ、左上になんかしてるよね。何してんの？これを、これ蜂蜜なの？玉なの？あ、動いた、次のところで。火薬の入った砲弾発射だ。え、待って待って、蜂蜜ってどこで？三角押すとロック外れます。おー、なるほど。
撃った撃った。お、あ、これで終わったんじゃない。多分クリチュートリアル的なものが。なんでこれ入れられないの。蜂蜜があるから。玉あるんだけど。パニックしパニック。え、若干これ、これどうすんの。ほら、この光ってる蜂蜜何撃てた。あ、ほんと。これ、これ、これ何、この掃除が。あ、来た来た来た。なんか蜂蜜が飛んできました。おー、わかんないから置いといた、そこには。この蜂蜜何なの。蜂蜜があると、蜂蜜の玉を撃つと、うん、どこの蜂蜜のこと言ってる。ね、うん、真ん中らへんのやつ。そう、私上に行きたい。これ、これ、これ誰の、これ誰の蜂蜜なのね。しゃー、なんかあったの。ドン、ナイス、ナイス。火薬、置きに行きます。はい、火薬、置きました。それ、原材料。原材料。先輩、原材料。すいません、先輩。これ何ですか。原材料した。敵にかけますね、私。いい感じ。ナイス。私も火薬作るぞ。え、あのさ、なんかちょっとさ、おデブちゃんのやつさ、おデブちゃんのやつ2回攻撃しないと、ね、あれ強いね、これちょっと。お、下かな。やばいやばい、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。人がいい。あ、取れなく、あ、あ、よし、ちょっと待って、私何しんの。あー、やっぱりこれじゃダメなんだね。しぶといね。やばい、やばい。よしよし、火薬持ってきてください。下火薬ここにあるの、ごめんね。あるんですね。よし、入れた。何が足りてない。何が足りてないの。あ、いつの間にか。惜しい。今あと5人。マジか。惜しかった。え、あいつ強くない。太いやつ、太いやつ多分さ、ね、あれやっぱさ、引きつけてさ、うん、最短で倒さないとさ、うん、あとあれだね、最初のあれだね、始まった時にめっちゃ作っないと、作って、うん、作って、あのさ、大砲のとこにも全部投げ捨てとこ、うん、そうですね。そしていつでも使えるようにしとけばいいんじゃない。なるほど、なるほどね。いいね、戦略が大事。お、いいね、それ。やってみよう、やってみよう。もう一回やってみる、ここ。そうだね、そうだね。じゃ下にまず溜ませる。オッケーオッケー。じゃ下に火薬投げ捨ててきます。はい、また私は玉を磨くよ。いいんじゃない。いい感じだ、ちょっと連携いい感じな気がするよ。いいんじゃない。これ玉、うん、投げ捨てる。あ、敵来ますね。おいしおいし、敵襲されてるの、これも。今両方とも撃てる状態にはなってる状態だけど、うん、まだまだ。今ね、作った資材をそこら中に放り投げてるの。そうなの、私も火薬が全然ない。いつでも、いつでも火薬下に今3つある。あ、オッケー、これ火薬。もう、あ、お、いい感じ、来た来た来た。じゃ、手前行きます。じゃ、下、下準備してきます。ういわ、あ、いける、ね、全員溜まってからのがいい。そうだね、ドン、ナイス、よし。で、もう、もうそこに詰め、レディーにしといたらいいんじゃない。めっちゃ火薬溜まってる。火薬だらけなんだけど。火薬だらけ。あ、でも火薬多すぎて溜まったりしない。え、でも上にあるの玉じゃないの。え、あれ、あれ火薬、火薬全部玉が足りてない。やばいやばい。あ、やばいやばい、撃っちゃいっちゃい、ボンボン。いけ。よし、じゃ 上にちょっとじゃあ火玉を置いていこう。これも、うい、ドーン、イエーイ。あ、気持ちいい。火薬多いから玉作ります。気持ちいい。いいんじゃない。すごい、さっきより全然いい感じ。いいんじゃない。なんかスムーズじゃない。めっちゃスムーズ。やっぱ役割分担って大事やね。いい感じ、いい感じ、いい感じ。いくよー。い、火薬投げしますいいね。吹っ飛んだ、吹っ飛んだ。いいですね。あと11人ですよ。いいね、いいね。ここも詰めてこうかな。玉上に投げした。詰めて、詰めて。オッケーオッケー。ここにあるの。また下打ってください。あの、オートコが来たら。オッケー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 。今何が足りてないの。あ、オートコで撃退できました。じゃあこいつらこうして。よーし、やったー。今日これすごいよ。すごいすごい。イエーイ、イエーイ、すごいよ。はい、余裕だったね。うん、余裕だった。普通にすぐできる。すごいじゃん。電撃オンライン分室のナンバーワンを決める対決となります。さあ、横のみ2人がさ、すごいガチで考えてんだけど、ちょっと本当だよ怖いよ。いけるいけるいけるよ、いけるいける。スクスタ4コマ根性。はあらあら、なんて顔してるの。かわいいお顔が台無しよ。だって今日の体育マラソンだったんですもん。あー疲れた、もうダメ。ガチャ。
今からゲームレビューのお手伝い始まるみたいですよ。よーし、かすみん頑張っちゃうぞ。このプロ根性は見習いたいわね。